目黒蓮を CM に再起用した後世にスノーマンファン大暴走、佐久間大介も別問題でファンに苦言。FC 会員数138万人を誇るスノーマンファンの暴走が目立ち始めている。7月10日発表のオリコン上半期ランキング2024アーティスト別セールス部門、トータルランキングでは期間内売上 84.6 億円を記録し、1位を獲得。今日本で一番人気のアイドルグループと言っても過言ではない。キドラマ、海の始まり、フジテレビ系、には目黒蓮、27、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、には渡辺翔太、31、がそれぞれ主演し、朝の情報番組、ラビット、TBS 系、には佐久間大介、32、宮舘涼太、31、が出演するなど、各メンバーの活躍は多岐にわたっている。そんな中、化粧品会社コーセーの保湿スプレー、セラミエイド薬用スキンミルクなど3商品の新 CM に目黒が起用され、8日から放送されている。コーセーといえば、昨年の旧ジャニーズ性加害問題の際、嵐、松本潤、40、や目黒を起用した CM を打ち切り、旧ジャニーズ事務所の所属タレントとの新規契約や起用は見送り、他社への移籍や、ガバナンス体制の整備された別組織の設立などの方策によって、早急に対応すべきであると伝えていく所存、とサイトに載せた。